大地に黒き闇の生まれし時、我らは求めん。かの人の到来を。見よ、彼は白き竜にまたがりて颯爽と天かける。黒き闇をうがち、光を取り戻すのだ。彼はモンスターライダー。モンスターと絆を結びし者である。僕は入っちゃいけないって掟なのに。確かこの辺り、ここら辺にモンスターの卵があるんだって。ねえ、モンスターの卵見てみたいよね。それはそうだけど。怖いの？森の中はモンスターがたくさんいるから。怖くなんかないよ。僕は来年にはライダーになってるんだから。こんなことで怖がるわけ。うわっ、ほーら怖がってる。やっぱり臆病シュバルだね。今のはびっくりしただけだって。もうすぐからかうんだから。なんだろうこれ。ねえ、早く卵を探しに行こうよ。怖くないんでしょ？証明してよね。もう、わかったよ。僕も行くよ。そう来なくっちゃ。三人で手分けして探そうよ。もし卵を見つけたら、いつもの合図ね。後で合流しよう。こっちこっち。見て、あれ！うわぁ、綺麗な卵！これって何の卵なんだろう？モンスター図鑑で見たような。何だったっけ？卵を孵化させてみたらわかるね。でも卵を孵化させられるのは絆石を持ったライダーだけだよ。じゃあライダーになればいいんだよ。え、ライダーになるってどうやって？はい、ライダーになる儀式をするの。まずはこう絆石を掲げるの。はあ、なんだ、ただのモノマネか。そこ静粛に。これは神聖な儀式なんだから黙って見ててよね。はいはい。次は卵に挨拶するよ。さあ名前を言ってみて。この者と眠りし御霊の絆を結びたまえ。いざ神聖の時、目覚めよ。うん、あらら、ダメか。
そりゃ本当の儀式じゃないからね。大きな赤ちゃんだけどね。こら、お前たち掟を破り森の奥へ入ったら3人揃ってお仕置きだぞ。いつまでも帰ってこないから心配したのよ、シュバル。母さん、ごめんなさい。ダンさんにまで迷惑をかけて。オムナ村長にきちんと謝ってきなさい。ちゃんとできるわね。母さん、ご飯の支度をして待ってるわ。親のリオレウスが近くにいたらどうなっていたか。考えただけでもゾッとする。さあ、オムナ村長に報告に行くぞ。お前たち、ついてくるんだ。まあまあ、この子らが無事で何よりじゃ。反省もしておるようだしな。村長がそうおっしゃるのなら、今回だけは多めに見るとする。じゃが、二度と掟を破ってはならぬぞ。はい、ありがとうございます、村長。はっは、やいやい。それにしても不思議なことがあったものじゃ。ええ、絆石を持たずにモンスターと心を通わせられるなんて。絆石は心と心をつなぐもの。この子らの無垢な心がリオレウスの心と直に共鳴したのかもしれん。それとお前さんにはライダーとして優れた素質があるようじゃ。素質があるって、やったね。すごいな。ほら、調子に乗るなよ。はい。この警笛ってモンスター？あっちに行ってみよう。
子、守ってくれたんだね。どうしてこんなことに。